地図、グラインダーを使う時の注意点っていうのが3つあります。粉が少し、ね、残ってる状態になってると味っていうのが安定しないというか、少し劣化した粉が使われちゃってるっていうことなんで、じゃあ実際その抽出速度の感覚を、まあ、身につけるトレーニングっていうのを1つおすすめしておきます。どうも、コーヒーラブフランクの北島康介です。この YouTube ではコーヒーに関することをなるべく分かりやすくフランクにお伝えしていきますんで、楽しんでいってください。今日はですね、エスプレッソの抽出速度をまあいろいろ試してみましょうって前回お伝えしたと思うんです。でもその時の気をつけることっていうのがあるんで、まずはそちらを紹介したい。で、じゃあ実際その抽出速度の感覚を、まあ、身につけるトレーニングの方法をお伝えしたいと思いますんで、今日もよろしくお願いします。はい、じゃあまずですね、実際に、まあ、エスプレッソの抽出速度、エスプレッソの落ち方っていうのは、まあ、前回お伝えした通り、まあ、粉の量とメッシュ、特に気をつけてほしいなっていうところだったんですが、で、メッシュをこういろいろ、メッシュって豆の細かさですね、メッシュを変えるときにどうしても気をつけてほしいことっていうのがあるんで、それをまず知っておかないと、迷ってしまいますというか、さまよってしまいますと言いますとですね、はい、実はここにグラインダーがあります、ね、そのメッシュの変え方ということで、このグラインダーの、まあ、使い方を癖というかね、まあ、このグラインダーの癖っていうのを、まあ、知ってほしいなと思うんですけど、はい、大きくグラインダーを使う時の注意点っていうのが3つあります、ね、まあ、メッシュをいじってほしいんですけど、メッシュをいじるにあたってこのグラインダーの注意点っていうのが3つあるんです。で、まず1つ目、ホッパーの飲める量によって実は細かさが微妙に変わっちゃうってことなんです。ホッパーって何かというと、ここのことを言います。ここに入っている豆の量は、例えばパンパンに詰まっている時と全然入ってない時によって落ち方っていうか豆の細かさが微妙に変わるんですね。なんでここのホッパーの量っていうのはあんまりこう大きく変動しないようにしてほしい。だってこれによっても豆の細かさが微妙に変わってくるんで、そこで安定しないっていう原因になっちゃう。 OK ですか。2つ目、メッシュを変えてからの誤差。これどういうことかっていうと、じゃあメッシュを実際に変えますっての時に、例えばこうやって、あ、じゃあファイン細かい方に例えば細かくしますとか、じゃあ例えばこうやって粗くしますコースですね、っていうようにこうやって豆の細かさをこう変えた時に、じゃあ引いてすぐにその細かさになるかというと、実はそうでもないんですね。っていうのは、この豆を引くところのね、こうここにカッターがあるんですけど、ここのカッターからここの出口動作まで少しだけこう誤差があるから、それ変える前の引き目がまだちょっと残ってたりする。なんで、じゃあ本当に厳密に豆の細かさに厳密にいきたいんだったら、例えばちょっと細かく変えたら少し豆を引いて、あ、引き目が変わるなっていう、そこの感覚を捉えておいてほしい。まあ難しいんですけどね、最初は難しいんですけど、だいたい多分 2,3 秒ぐらい誤差があるとは思います。まあメッシュを変えてすぐにそのメッシュにクッてクッてこう切り替わるわけじゃないですよ。ちょっとラグがあるというのをちょっとしておくこと。OK ですか。だから、まあ、よくやってしまいがちなのは、引いてすぐそのまま捨てずにそのまま変えて、あ、すぐ変わったと思って入れたのに、あれ全然変わってないな、また細かくしないといけないなって、どんどん細かくして、気づいた時には入れておくと、あれなんかすごい急に遅くなった、なんでやねんって言ったら誤差があるからなんですよ。それがあるので、その誤差があるってことを知ってほしいっていうのが2つ目ですね。3つ目、一気に細かくするとですね、どうなるんでしょう。はい、全く粉が入ってない時は全然気にしなくてもいいですけど、例えば豆が少し残ってるとかで、細かさ変えたいなって時にグッて一気に細かくすると詰まっちゃいます。はい、で全然歯と歯の間、これカット式のグラインダーに一応なってるんですけど、例えばこうグラインダーとグラインダーの間の隙間に粉が入ってるんですね。隙間に粉が入ってて、それを急にグッて締めると、細かくするとギュッて締められるんです。閉めるともうその歯と歯の間に言ったら、もうすごい粉がガッて詰まって、
特にアサリとかになるとすごい豆が硬いじゃないですか。硬いからそこでうっとこう豆を歯を回転させて引きたいと思っても詰まっちゃって動かなくなっちゃうことがあるんです。で、あやばい動かないなって、あれ止まった壊れたと思った時はもうすぐ粗く戻してモーター焼けないようにしてください。 OK ですかね。一気に細かくしすぎないと。だからどうするかというと、すごく細かくした場合は引きながら徐々にこう細かくするか、徐々に細かくして引いて細かくして引いてっていうのをするか、もう完全に豆粉をきれいに掃除してなくしてから一気に細かくするっていう方法を取ると、じゃないと故障の原因になりますよっていうところは気をつけてほしいことでした。 OK ですかね。はい、これが以上がこの3つですね。グラインダーを扱う時の注意点だから、このグラインダーの取り扱いも実はちょっと繊細なんですよね。でそれで言うと、ここでちょっとだけこうお話をしておくと、この2番、メッシュを変えてから誤差があるっていうことはね、じゃあ例えば仮に豆引いてお客さんが来ました、グラインダー引いてドーシングしてで抽出するんですよね。でじゃあちょっとお客さん間が空いたなってなった時に、じゃあすぐにグラインダーもう一回引いて落とすとどうなるかっていうとですね、さっき例えば30分空いてたら30分前に使った粉が少し残ってるんですよ。少し残ってる部分があるから誤差なんですよね。だからさっき30分前に引いた粉がちょっと残ってるのを使っちゃってるってことなんですよ。じゃあそれ何がいけないかっていうとね、例えばドリップとかフレンチプレスぐらい豆が粗かったらそこまで影響出ないですけど、エスプレッソは繊細な上にしかも豆の細かさがめちゃくちゃ細かいじゃないですか。めちゃくちゃ細かいってことは劣化するスピードが圧倒的に速いってことなんです。だから例えばお客さんの間が空いちゃって30分も間が空いて、粉が少しね残ってる状態になってると、味っていうのが、安定しないというか、少し劣化した、粉が使われちゃってるってことなんだから、仮にお客さんの間が空いちゃったと、で少し豆の粉が残ってるってことを知っておいたらですね、あちょっと空いちゃったから、もう粉を少し捨ててからもう一回使い出すといいなっていうのが分かるわけですね。だからグラインダーの癖ねっていうのを、頭に入れておくと、よりエスプレッソの抽出っていうのは安定に向かうので、これから先にエスプレッソの調整をする際によりスムーズにエスプレッソの調整がいけるかと思います。なのでこの3つですね、特に気をつけておいてほしいことです。 OK ですか。はいはい。じゃあそしたらですね、まあ、この3つを押さえたらですね、じゃあ実際にどういうふうにエスプレッソの落ち方ですね、落ちるスピード、抽出速度だったり抽出時間っていうのがこう変わっていくのかっていうのを感覚的に取れましょうね。じゃあどういう要素で変わりますかっていうのが、まあ、前回こういう要素で変わりますよっていうところをお伝えしたんですけど、実際にそれをトレーニングしていくためにはどういうステップを踏むといいかっていうのを一つおすすめしておきます。はい、3ステップあります。でこれ最初エスプレッソを抽出するときにメモしておくといいなと思うのが、まずこの項目です。たくさん書いてますけど、最初のうちは一個一個丁寧に書いておいた方がいいです。そうするとなんとなく感覚的に分かってきます。まずはコーヒー豆、いわゆるコーヒー豆がどういう豆なのか、例えばエチオピアです、他にも書けることは例えば深入りです、エチオピアのフルシティです、エチオピアフルシティ、焙煎日がいつでねっていうように、コーヒー豆の分かってる情報を書いていくと、まずね今日はこのコーヒー豆を抽出するんだっていう、まあ、メモですね、メモを取っていく。でそこからじゃあ例えば粉量はこれぐらい使うと、 20g です、例えば 20g、 収量抽出量は 40g です。でじゃあメッシュは、0.1 メモリですとかね。で温度は95度です。そうした時に抽出時間がこうなりましたよっていうメモですねを逐一最初のうちは取っておくと、見返した時にあなるほどこういう感じで抽出速度っていうのは決まっていくんだ。でもっと言うとこのエスプレッソを落とした時にどんな味がするかっていうのをちょっとメモ書いておくと、後々調整する時にスムーズにできるかなと思います。なのでまずこのエスプレッソの落ちるスピード、落ちる時間だったり落ち方っていうのを感覚的に捉えるトレーニングとしては、ここをメモしておくっていう癖を最初つけておいてください。いいですかね。まずこの項目をちゃんと取る。だから表をバーって作って、表にこの項目を書いておいて、もう一個一個メモして書いておく。あ、この粉にしたらこうなるんだなっていう感じですね。で、じゃあここの項目を全部一気にゴロゴロって全部変えると、わけがわからなくなるので、この3つのステップがあるわけです。まずステップ1。
粉量とメッシュ、前回と特に大事なところですね、粉量とメッシュを変えてみたらどうなるかっていうのを調べてみてください。 OK ですか？例えば 20g から 21g に増やしたらどうなるかとか、 19g に増やしたらどうなるか。じゃあ 20g と、21g、 この1g ってどういうふうに変わるのかっていうのを調べたり、またはまたまたこうメッシュ 0.1 から0.1 メモリもうちょっと細かくしたらどうなるかとか、一メモリ細かくしたらとか、一メモリ粗くしたとかっていうような、この粉量とメッシュの組み合わせによって抽出時間がどういうふうに変わっていくかっていうのをメモしてみるですかね。あ、一メモリ変えたらこういうふうに変わるんだね。あ、なるほど、粉量を変えるとこういうふうに変わるんだっていう、まず感覚を調べるためのステップ1です。じゃあステップ2ですかね。例えばじゃあエチオピアのフルシティをこの今日入れたんだったら、今日はこういう時間で打ちました。じゃあ例えば同じ豆をちょっと取っておいて1週間経ってからもう一回入れてみると、でそこから全く同じ打ち方をするのかを調べてみる。これは何を調べているかというと、まあ、エイジングですね。同じ豆でも状態が変わるとどういうふうに味が変わるか、もしくはどういうふうに打ち方が変わるかっていうのを調べてみる実験ですね。で3つ目、じゃあもうコーヒー豆を変えてみようと。例えば浅入りから深入りまでいろんな豆がありますけど、いろんな焙煎度合いで変えた時にどういう打ち方の傾向をするのか、もしくは同じ深入りだけど、じゃあガテマラの深入り、インドネシア深入りとかで落ち方がどう変わるのかっていうことによって、少しこう抽出速度だったり落ち方の感覚を身につけると。このようにこの3つのステップを踏んでですね、エスプレッソっていうのがどういう要素、どの要素で、でしかもこれがどれぐらいの大きさで変わるのかっていうのを感覚的に知っておくっていうことが、まずは大事なんで、まあ、いろいろね闇雲に入れてみるのでもいいんですけど、こういうステップを踏むとちょっとエスプレッソの落ち方っていうのは整理つくなっていうおすすめです。はい、いいですかね。はい、じゃあ今日は、まあ、まとめると、グラインダーのね使い方注意点が3つあるっていうこととね、エスプレッソの落ち方を体感的に取れ、これは次の調整につながっていくので、まあ、エスプレッソの落ち方を知る、まあ、ステップとして3つですね、ご紹介しておきました。3つと3つです。なので、まずはねこれが準備になりますんで、エスプレッソの味をもう少し自分の好みに味に作っていく、味を作っていくっていうところで言うと、まずはここを押さえておくと、スムーズにエスプレッソの調整に進めるんじゃないかと思いますんで、頑張っていきましょう。今日もありがとうございました。コーヒーラボフランクではこのように YouTube で動画を配信したり、コーヒーセミナーを実際にやったり、あとはオンライン上でコーヒーを学べる仕組みを作っているので、ぜひ概要欄をチェックしてください。チャンネル登録お願いします。それでは。